こんにちは、サニーサイドチャンネルのこっちゃんです。パパです。今日はカタカナ禁止の人生ゲーム。カタカナ禁止、はい、最近家族でよくスイッチをね、勝負したりしてるんだけど、やってるね。今日はその中でもみんなが大好きな人生ゲームをやっていく。人生ゲームね。そう、でもただ、はい、今日はルールがあって、はい、カタカナ禁止でカタカナを言ってしまった数を今日は編集長さんが数えてくれるので、数が少なかった方にプレゼントがあります。おお、プレゼントいいね。何？純粋に嬉しいもの、食べ物。今暑いじゃん。暑い。まだ9月とはいえど。暑いです。そんな今日にぴったりな。めちゃめちゃいいな。まあおやつ系、ゲームもやるじゃん。はい、ゲームやりますね。その勝ち負けも関係ないのかなって思ったと思うんですけど。負けた人は、はい、人生ゲームでね。はい、プラス 5点。あ、じゃあカタカナ5回言ったことと同じことになるってことね。そう、はいはい、5回は結構だよね。だからゲームにも勝たなきゃいけないし、カタカナ言っちゃいけないし、はい、結構集中してね。なるほど、なるほどね。それではカタカナ禁止の人生ゲーム、はい、やっていきましょう。レッツゴー。早く、確かにカタカナ。はい、それではカタカナ禁止人生ゲームスタート。はい、じゃあもう今から禁止ね。はい、はい、よし、はい、じゃあやっていきますか。はい、それでは言わないよね。はい、いきます。もう始まってるね。始まってます。始まってる。読まなくていい。読んだらほとんどカタカナだな。みんなで遊ぶよ。モードを選んでね。じゃあこっちのメインモードでいくか。人生ゲームね。じゃあ2人でやっていくか、うん、こっちゃんとパパ。パパ。じゃあ一生のね、一生の人生をね、はい、やっていこうか。全然しゃべる。いただきますよ。あ、カラーね。カラー。やばいやばいやばい。やばいぞ、これやばいぞ。俺はね、黒だ。もう俺って言ってくわ。そうだ、ね、俺は黒。練習色じゃないけど、ね、違う、ね、顔これ、顔これは。こっちゃんはこれね。ああ、すごい一般的な顔だね。これカタカナ、カタカナ。あら、これやばいぞ。これ喋ったもんが負けるぞ。こっちゃん一回も喋ってないもん。こっちゃんの声聞いてないもん、さっきから。飛びますよ、パパと。プレイヤー2の違う。完了。じゃあ完了、いきまーす。始まっちゃうよ。じゃあシャ、まだシャだもんで。シャの次何か。はい、じゃあそれではやっていきます。ゲームス。こっちゃんまだ出るでしょ。ゲームス。こっちゃん喋ろうよ。分かった。さあ、いよいよ始まります。司会は私ジュンプーマホでは、まあ、最後に、そしてこの皆さんで、はい、じゃあ総資産が勝った人がこの生まれるにはちょっと大きすぎるね。そう、物語の勝ち。皆さん、ベイビーになりま、そこから大人になって、赤ちゃんからね。赤ちゃんから。赤ちゃんから。これすごい髪の毛の色の赤ちゃん。頑張ってね。いや、あれはあの桃色だよ。というわけで、最初の時代は赤ちゃん時代。プリティな赤ちゃん時代は全部運次第。どんな、あ、どっちからだ。では皆さん、あっ、あとか、あとか言わなきゃバレんかった。バレんかったら別に。これ文しなくても普通に多分メモされてる。はい、じゃあ俺から、はい、いきます。あっちゃんどうした。あ、いいんじゃね。4。お、これ、これも読める。お医者さんだと答えた。じゃあ将来俺はお医者さんになるかもしれない。めっちゃ上がる。頭めっちゃいい。賢さ。いいの、いきます。1。やるじゃない。ちょっと、ちょっと言います。めっちゃ上がった。全部上がった。あ、3ターンしかないのか。そう、赤ちゃん時代はね。うまい？スイカ味の入ってる。何味だって？おお、めっちゃ
俺2回連続だに、はい、気合い入れてる。勝った。1番めっちゃ上がってんじゃん。1番だった今。中学生まであれだよね、3ターン。そうだね。3ターン。あおお、こっちゃんも、うん、めっちゃいいマス。おお、ドレミが引きずる。確かに喋ったらやばいかも。そう、これ喋ったらやばいだよ。これ喋ったらね、ダメなんだよ。3。ちょっとどうだ。ちょっといいマスだね。ちょっといいマス。あ、マス。いや、マスはひらがなじゃない。ちょっとカタカナで書いた。格闘家だって、格闘家の体験した。強くなった。おパパめっちゃ良くない。パパっていうの。やばい。2回。これやばい。やばい、これ5回勝敗ほぼ関係ないの。やるじゃない。ちょっとダメだわ。あれ、なんか言ったの。なんか言ったけど読み取れんかった。まあ分かった。お、赤ちゃん時代ここまで。はい。あ、パパ、あ、まあ、くそ。くそ。お父様って言われた。お父様いい感じじゃない今のね。あ、もう小学校入学だって。はい、おめでとう。よしよし、それも私だからね。はい、行きます。今言っちゃいそうだった。5いいんじゃない。よし、超俺。何も言ってない。じゃあこっちゃんっぽく行こうかな。真面目に聞こうかな。真面目なふりだな。ああ、こっちゃん真面目なふり。三冠会の時真面目なふりね。ひらがなだよ。はい、次、かっちゃん。に。おー、に。あ、ちょっといいですね。すごいでーす。すごいでーす。おー。ほう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 。もう、カードゲット。カードゲット。カードノリで言っちゃった。言っちゃうよね、これね。5出ろ。5。あ、ちょっと行き過ぎてる。8。ちょっと行き過ぎじゃない？すごいな。まあ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 。ちょっと言います。え？番組の取材が来たらしいよ。はい。おお、テレビ出た。すごい。よくない？テレビ。これもう堂々としてる。お小遣い手に入れた。手入れた。手に入れた。あ、手に入れた。こっちゃん。5。すごいです。すごいです。ちょっといいね。あ、こっちゃんみたいじゃない。あ、お父様来た。お父様がね。なんとか間に合いそう。ありがとうお父様だって。なんでさ、いろんな呼び方がある。お父さんでいいの。なんで様なんですか。お父様だよね。お、ラスト1ターン。あ、てか、あ、やべ。ラストとターン。でもさ、今でもさ、こっちゃんさ、うん、これ小学生時代じゃん、うん、こっちゃん小学生何年生ですかってめっちゃコメントくる。わかるね。うん、何年生なのこっちゃん。何年生に見えるの。確かに上に見えるのかな、下に見えるのかな。僕はね、やっぱり塾に行きたいです。はい。おお、いい頭よ。風間くんも行ってたよね。風間くんもね、塾行ってるね。クレヨンしんちゃん、風間くんも行ってたよね。おー、5。あ、ちょっと、あ、ギリギリギリ。おお。あ、これ初じゃない。なんか お宝ゲットした。イエーイ。小学生終わり。はい。え、俺頭良くない。次、中国だね。うん。え、こっちゃん部活何入る、何部にするんだ。え、ちょっと待って、うん、言えないんだよな。言えない。え、ちょっと待ってよ。ここにカタカナないに、ね、選択肢。あ、そういうことね。うん、そうそうそう。俺はね、やっぱりね、はい、ここはね、はい、勉強を優先して、はい、総理大臣になろうと思います。なるほど。はい。おお。はい、行きまーす。ご飯に。いや、ちょっと
あんまりなところだ。浜辺で友達と遊ぶ。海だよ。ああ、まあこっちだよね。勝て。おじゃ。話しかけられた。コン。コンサート。もう言うこと分かってたね。演奏すごかったねと。はい。あ、せ。センス。何に入りますか？ちゃんも勉強優先にしようかな。ええー。だってさ、頭いいってなんかいろんなの入るそうじゃない？職業。そうだね。そうだね。頭いいのね。はい、頑張るぞ。え？お小遣い500万手に入れてるんだけど。やばくない？お、9。あ、いい良さそうだな。おー。おー、めっちゃいいとこ。いい感じ。全国模試だって、テストってこと。テスト。親切に教えてあげようと思ったら。おお、やった。やったはどう？いやいやいや、大丈夫。違う。全然。あ、またカード手に。あ、カード。これね、まずいね。いい点数取れた。取れたって。ちょっとさ、なんか心配なら言う前にさ、考えないとさ。そうね。カタカナ。カタカナ。カタカナ。あー、またなんかこんなん中に入るに決まってるじゃん。逆に入りたくなる。剥がれていたらしい。やばいやばい、これ楽しそうだけど。あ、やばい、運勢下がった。やばいかも。俺さ、塾ってやったのにさ、なんか話しかけてくるから毎回この演奏聞いてるんだけど。慣れてきたね。うん、ちょっとカタカナを喋るっていう。いきます。違うか、カタカナ喋らない。カタカナ。あ、そうかそうかそうか。2回言っちゃう。そうかそうか、やばいやばい。ちょっといいかな。じゃあ楽しそう。うん。おー、ヒットした。違う、間違えない。ヒット。いや、めっちゃ気使って今。やったー、慣れたよとか言って。勝てそうな気がする。じゃあ、待って。こっちゃんが勝てそうなんで。中学生、最後。はい、ラスト。ラスト。はい。ラストじゃない。ラスト。めちゃくちゃママにさ、誘導されてます。おお、1。すごいです。ちょっといい、これはやっぱ可愛い名前じゃないとね。はい、お礼の手紙だって採用されなかったらしい。なんだそれ。採用しろよ。お、3年間の集大成結果は、え、すごくない？全国10位以内に入った。すごっ。いやいやいや、賢いよ。降りれるだろ。降りれるだろ。こうちゃんめっちゃ小遣いもらえるじゃん。ね。ね。6。6。すごいです。すごいです。さあ、どっち？かけてみた。勇気あるね。うん。テストの結果は、テスト出た、全国10位以内。おー、10位以内。そんなもありえないですね。お父さんと一緒。おー、おー、いいね。え、あ、カードいっぱいなって、めっちゃ持ってた。イエーイ、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 イエーイ。高校生時代。あ、高校生からそうじゃん。あれじゃん。なになに？恋愛始まるじゃん。うん。恋愛？ハートもすごい。ハート。Here we go。 さあ、行きましょう。はい、高校生も3ターン。こんにちは。高校生は恋愛が始まります。お母さんを探せって。おお、ママに似てるやつ選ぼうかな。あー、どれかな。いなくね？強いて言うならママに似てるのはね、まあ、これじゃない。すごくない？さゆりさん、よろしく。38ね。はい。また部活。いや、俺ね、ちょっとね、気が変わってきた。文化部にしようかな。おー、うん。
ちょっと。よし、行くぜ。おっと。1。やるじゃない。ああ、ちょっと転がします。おお、いい点取った。適当だったのに。適当ってやつ。じゃあ漢字で書きます僕は。それを読んだから、ね。おお、体力上がった。はい。こんにちは。はい。こっちゃん恋愛。パートナーは誰にしますか？絶対こっちゃん右上だですよ。え、どれ？それ。え、これ？好きそう。やだ。好きそう。やだ。ジャニーズ。え、でも。それ？でもこっちゃんさ、全員の名前大体知ってるんだよね。とりあえず誠くんにしよう。これ誠くんっていうの？ほら。待ってる。合ってるわ。星に、これからいっぱい見つけるんで。はい、高校生活、部活は何にしますか？で、勉強優先、そのままで。おー、え、こっちゃん、この中ではさ、将来何になろうと思ってるの？いろいろね、なんかさ、この前ね、職業増えたんだよね。そう、増えたね。アップデートっていうか、なんかすごい、ムーンムーンって言ってる。遅刻しちゃうらしいよ。諦めよう。え、遅刻するのに。おー、センサー。あ、二人言った？俺が言ってない。大吉になったよね。おー、いいね。いい演奏だったよね、これね。うん、パパ2回言ってる。わかった。はい、パパ。はい、あと2ターン。いくぜ。ターン。すごいです。いい感じじゃない？お、友達。呪いの画像が回ってきた。送らないでしょ。そんなんあるわけないじゃないか。ほら、見。よし。賢さ上がった。あ、運勢も上がった。お。いい感じ。おお、作品をね、出してきた。結果は、え、参加賞だった。え、残念。ダメだったみたい。でも上がったじゃん。まあね。こっちめっちゃお金もらえるね。いやいや、お金の差めっちゃ出てる。ごー。お、いいんじゃないか。おお、めっちゃいいとこ。めっちゃいい。もうすぐ体育祭りって書いてあるから。体育祭。あ、体育祭。もちろんこれでしょ。どれ？踊りは大好きだから。踊りがね。踊りね。踊りだよね。テストの結果は？結果。何て読むの？当日は？ね、失敗しなきゃいいんだよね。そうだね。うん、おお。やばくない？やばい。そんなことある？カードまたいっぱいなんだよ。結構あるから。大きめカード結構欲しくなるけど、うん、多分また手に入れるから一回失敗する。カード。5のなんとかをしてます。はい。あ、高校生ラスト。雪だ。雪だ。ラスト。あ、そうか。そうか。雪だ。10マックス。わらら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 。おし、来た。ハートマス。恋愛します。カオルコさん可愛いじゃん。おー、可愛い可愛い。あ、いいね、可愛い。まあ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 。悪くないね。進路を決める時期です。受験か就職か。就職します。就職、高校卒業して。はい、やばい。おお、めっちゃいいとこ。いや、すげえカタカナいっぱい。みんな大好き、定番なんとかで。はい。定番の。定番の。いろいろなやつね。はい。おお。
めちゃ頭そんなに良くない。受験する。おお、大学行く。お、これ不合格あるぞ。やっけ。おお、合格。はい、大学生こっちゃん。お、もうこっから大人だ。大人結構長いから。あ、ちょっとさ、大人時代入る前に今さ、どんくらいなのかさ、ちょっと聞いてみる。あ、そうだね。中間発表ね。じゃあパパからいきます。パパ24。やばくね。23。3回でもやばい。はい、おっちゃん12。おお、まずいだこれ。結構これゲーム負けても今のところなら大丈夫。大丈夫だね。それを踏まえて頑張ってください。はい、はい、やっていきます。大人時代。はい、大人時代。はい、大人時代。じゃあ行こう。行きます。仕事を決める時が来た。今のね、能力の感じ的には、はい、あー、いろいろあるな。あー、芸人。うん、野球にしよっかな。おお、パパ野球好きだし。確かに。うん、野球選手になります。あ、間違えた。パパ。え？パパって言った。嘘。パパ野球好きだし。お、大事な試合。一軍か二軍か就職失敗ってある。やばいぞこれ。失敗。いけ。失敗。やばい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 。え？え、どうなるの？やばいやばい、俺無職。フリーランス。うん、無職です。まずいな。やばいな。ありがとう。すごいです。うわ、これはまずい。料理屋さんでね、働いてくれと。や、やめてきます。めっちゃいいよ。何が何が？めっちゃいいマスリー止まった。うん、お、これはい、高性能だね。これあのさ、カタカナダメだけどさ、カタカナこれダメだけどさ、英語は？英語もカタカナ。あ、そうですか。ダメか。よし、行くぜ。なんか夜になってる。本当だ、本当だ。暗い。いやー、ここではなかった。給料日。あ、オーバーボーナス100万かかる。オーバーボーナス。そう、いいんじゃない。就職します。政治家でいい。野球選手諦めます。はい、就職する。よし。はい、行きます。え、めっちゃいいマス。連続いい。え、こっちゃん頭めっちゃ良くない？なんか、うん、ね、どっちに行くの？仕事が大事にするか、家族大事にするか。もうどっち選ぶの？これはもう家族でしょ。行くぜ。お、9っていいんじゃない？おっしゃっしゃっしゃ。早く結婚しないと。お、連絡だって。さっきの子にしよっかな。もう桜子。さ、桜子だっけ、カオル子だっけ。あ、カオル子だ。この子でいいや。美人だね。美人で、デートすんの？うん、お遊び。お遊びってなんか言い方悪くない？カオル子さんと。はい。あー、綺麗ですよね。頼もう、これは。頼もう。案内人に、案内人に案内をしてもらおう。はい、300万。解説を聞きながらね。ああ。あ、そうだよね。おー、あ、上がったよ。いいね。かなり上がった。うわ、もっと。あ、ちょっとまずくない？うー。デートですよ。お、いい、いいじゃん。あー。あ、タイプいる。合同飲み会だよね、これね。タイプいたらしいよ。
あ仲間褒めましょう。仲間を褒める。あ、俺のこと褒めてくれてる。あら、盛り上がってるよ。盛り上がってるよ。あ、カタカナじゃん。これ？これ。ちょっとあれ？いいのかね。どうちょっと俺さ、うん、こっちゃんよりスピ速度が速いからさ、あのちょっとこれでさ、すごい運命の出会いを果たしちゃおうかな。出しちゃおうかな。うん。この男で運命のカオル子だって。さっきからじゃん。ちょっとおしゃれに戦場で。戦場。うん。お店で。お料理を楽しもうかな。あ、いいねいいねいいね。ちょっとこれスピードはやばい。お、来た。スピード。来た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 。やばくない？好感度マックス。マックスはカタカナです。あ、マジ2階じゃない、マックスカタカナです。思った。大丈夫よ、確実に2って書いてる。一人旅。ああ、一人旅いいね。パボンも行きたい。山に、島国に。おお、だから能力良くない、こっちゃん、ね、能力めっちゃいい、はい、よし行きますよ。もうね、結婚しちゃう。しちゃう？うん。振られるかもよ。そんな。またルーレットだっけ？あの、結婚の意気込みを。意気込み？はい。喋っていこうかな。はい。カオルコさん。カオルコさん。僕と結婚してください。ここで会ったんだ。あ、ルーレットですね。もう全部成功だから。やみー。成功！なんと結婚しました。おめでとう。ありがとうございます。これお金取られるやん。結婚した。じゃあそのさ、人がさ、めでたいことの時にお金取られるやんって言わない。これあれだよね、子供も多い方がね。結構いいよ。そうね。お、1500万いただきます。やったぜ。え、こっちゃんめっちゃ金持ってる。まだパパより金持ってる。お、大学卒業。お、医者になります。こっちゃん、はい、医者になるんだ。はい。なんかさ、はい、すごいさ、いろんな職業あるのにさ、俺もさ、こっちゃんもさ、すげえ安定したさ、政治家と医者なんだけど。こっちゃんもやっぱ家族。あ、家族ね。仕事じゃないんだ。仕事じゃないんだ。やばい。あ、ちょっと。やばい。あるるる。やばい今。やばくない？え、やばくない？え？めっちゃお金取られたよ。うわ、やばい。やばい。利子取りきた。うわ、やばいやばい、あ、結構やばいね。あと10分パパ頑張っちゃうよ。じゃああっちゃんがお金くれるって。あ、もう早速使おうかな、こういうアイテム。なるほど、大きいのさ。アイテムはダメなのか。カードをアイテムっていいから。これさ、頭悪っ。こっちで勝たなくてもさ、うん、言うので勝てば、うん、ワンチャンいけるんじゃない。ワンチャンはどうなの。じゃあ俺はこっち行こうかな。お、旅行です。旅行に行きます。はい、お参りだ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行きます。ちょっと追いついてきた。そうだね。こんな感じ。あ、いいんじゃない。運命の出会い。お、ケンさん、時計。時計ね。あ、いいねいいね。なんか仲いい感じ。こいつムカつくな。よし、やばいかも。じゃあ
子供が欲しいからね。はい、このハートが多い方に。早くない？1。おキューピットです。運命です。おお、星をね、見に来たんだよね。おお、大好きになった。おお、いいね。おお、子供できるんじゃない？こうなると天に届いた大好きな気持ちが。授かり物。え？ど、全部大丈夫だった？今の大丈夫だったでしょ。お、家族増えた。家族増えた。いやいや、ひらがなだ。すごい。はい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 。あ、お祝い金ね。一番やばくない？ポスター今マイナス。マイナス。借金ばっかじゃん。おっと、おいね。どっちに行きますか？旅行です。旅行です。旅行。ねんねも旅行。ねんねも。そうだね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。こっちゃん、子供はさ、やっぱ何人ぐらい欲しい？ただいま。あの、この話でね。さ、うん、家買わないとさ、うん、子供って結構あれじゃん、できない。どういうこと？できないっていうか、うん、10。え、あらららら。屋台を見て射的当たんなかったって。全然あら、ちょっとまずいまずい。よし、どっちにしましょう？どうかな。7。7。おお、運命の。うーん、間違う人だ。何しに来たのこれ？お？お？やだ。こんな男はやだ。合コンで会った人がいい。合コン。コンがね。ああ、そっちがね。合同飲み会って言えばいいんだ。おお。こっちゃん能力やばい。若干パパの。ねえねえ。パパ。やっほー。どこにじゃ。行くぜ。こっちで勝てそうだよ。こっちで。こっちで。いやいや、喋りでしょ。うん。喋りで。なんでジェスチャーだった。こっちで。ジェスチャー。三コイ。はい。お、おみくじだ。これおみくじね。こんにちは。おみくじの。こんにちは。ね、スロット待って。お願い。すいません。シナコ。シナコみたい。俺が全員に知力をあげる。もらう。もらう。やったー。おお、賢くなったぜ。やば。賢くなったぜ。おかえりなさい。てんてん。給料日。給料日。俺の給料いくら？あ、ランクアップチャレンジだって。あ、やっべえ。気抜いてた。気抜いてた。気抜いてた。お、地方議員か国会議員。俺国会議員になる。やばい、当選4つしかない。ぶちこい。おお、今絶妙ギリギリ。やったー。 ありがとうございます。あっちゃん、ありがとうございます。やったぜ、一気に4000万。一気に上がったよね。あ、カオル子全然稼がん。400。うん、薫子稼がんな。ゴールしたんじゃない？あ、したね。おみくじです。おみくじです。これね、結構でかい。いや、すごいなね。これが全員に、知力だけはやだ。センス。まあ、センスなら
あ、やばい。センス、センス。やばい、やばい、やばい。二人言った。おやイエーイ。まあ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 、この能力ならね、まだいいのよ。さっきの仕返し。おかえりなさい。え、でも俺の職業ね、センスあんまりいらないから。センス。あ、そうかそうかそうか。そうか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 。なんかどう言い換える？芸術？うわ。あ、また取り来られた。取り立てだ。天才の。あ、あ、チャンスだって、チャンス。三倍とかだって。ねえ、三倍とかあるんだけど。本当だ。何が3倍になるの？イエーイ！増えた。増えた。よし、行きます。どっちに行くの？仕事か。あ、ちょっと寄り道。いや、これ寄り道カタカナだけど大丈夫。おかしくない？おかしくない？それはないでしょ。でも書いてあるよ。漢字で書けるよ。書いてあるよ。俺漢字で書けるもん。お、いいじゃん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 。いいよ。すごいです。なんかおっぱいのお菓子。お。当たった。お。何これ。これは何？なんて言うんだろうね。戦隊ものの置物。そうだね。お仕事だけ出た。ちょっとこっちゃんもそろそろ結婚しないと。あ、こっちゃん結婚してないじゃん。うん。7。お。1番。大事な休日。なるほどなるほど。あ、俺何にしよっかな。あ、そうか、そろそろ買い物だな。買い物ね。はい、買い物。もう思い切って買おうかな、家。やっぱ億万長者の家じゃない？ 3億円だけど。3億円。子供99人まで育てられる。あ、いいね、これでいこう。所持金がやばいよっていうね。買います。でも1億。見て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 、俺の家。おー、でかい。でかいよ。いや、豪邸だ。でも選べない。この勉強会参加も買おう。よし、もう OK。 OK。 議会の様子が話題になってる。何が話題？うわっ、やばい。ランクダウン、下がった。やばくない？あ、ちょっとまずい。こんにちは。あ、リスを取りきた。いない。すっかり忘れちゃってたよ。おい、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ下がったぞ。やばい。どっちにしましょう？こちゃんまた恋愛ね。うん、恋愛講師。すごいです。すごいです。お、毒の声出した。なんかすごいです。おお、結構。お、結構上がったね。うん、よかった。この人じゃないよ。あ、この人じゃないよ。お、成人した。何人になった？大きくなったよ。え、ちょっと待って、自由気ままに育っちゃったみたい。フリーランス。うわ、給料日に100万円しかくれないこの子供。100万円もらったら強すぎる。いや、違うんだよ、このゲームの感覚だと1億円ぐらいいってるから。いやー、これまずい。自分で稼いでください。はい。頑張ります。あ、ちょっとね、使おうかな、俺。学力強化政策を打ち立てます。本を読むように呼びかけた。よし、頭良くなった。 お頭良くなった。
きます。4。どっちにしましょう。あ、今回ね、俺旅行ね、やめます。旅行しない。給料日ぴったりじゃない。お、選挙。あ、俺当選しなかったらまずいぞ。半分だよ、確率は。いけ、よっしゃ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 、当選。よかった、よろしく。うわー、ちょっと少ないね、給料。こっちゃんってまだ結婚してないよね。してない、うん、遅いね。すごいね。進まない。進まない。縁起がいいって。9時。あ、これ当たってたらやばいんだよね、これ。カーオフとかになるもんね。うん、そうなの。なる。そんなに。うん、なるだよ。よし、当たってなかったらまあちょっとだけ。うん、そうそう。どっちに行くの。あーっと、どうしようかな。子供をね、ちょっともうちょっと欲しいな。もうちょっとね。10。いいんじゃないの。来たよ、運命。カオルコさん、無人島行ってみよう。無人島誰も来ない、二人きり。そんなんで喜んでる女いる。まあ喜んで100%塗ってるし。うん、行け。気持ちが届いた、授かり物が。アンジュが生まれました。赤ちゃんかわいい。お、祝い金2000万くれ。あー、1000万。よし、祝い金もらいました。こっちからしたら結構やばいの。じゃあ俺もやばい。あなた、あなたで誰や。まだお使ってないじゃん。家買ってないから結構いいじゃん。ちょっと遅くない？1しか進まない。おもちゃの。おもちゃの。ボードの方や。ああ。あ、そうさ、こっちゃんね、お宝すごい手に入れてるから、結構いい感じかも。今3個ぐらい手に入れてない？もうルーレットやめない？普通にあげるから。だって半分とかになるよ。うわー。やばいやばいやばい。あっちゃんが叫んでます。あっちゃん、じゃあパパと一緒にこれ押し出してもらえなよ。あ、じゃあ、あっちゃん、パパと、あ、やべ、やろう。負けたらどうなるんだっけ、人生ゲーム。あ、やろ。よし、これで負けたらどうなるんだっけ。じゃあ俺はあっちゃんとやります。負けたらあっちゃん押して。プラス5されちゃう、マイナス2。うん、そうそうそう。結構さ、お父さん言ってる。あっちゃんがやってくれた。お、選べるよ。大事な休日。あ、でも俺家も買ったから。確かに。転職もしないし。転職すれば。いや、しないだろ。今国会議員だろ。じゃあお祈りしよっかな。はい、うん、お祈り。みんなのためにね、やっぱ尽くしていかないとね。お祈り、いけ。え、やばくね？めっちゃいいじゃん。みんなに1億円。え、おお。え、やばい、こっちゃんのさ、借金なくなったんじゃない？結構あった。パパよりあった。やるじゃない。すぐここ。やるじゃない。忙しいな。引っ越そうか、事務所。引っ越そう。お、広いとこに引っ越した。あ、あ、なにこれ、成功とかいまいちとかあんの？マジかよ。よしよしよし、成功。なんか今日めっちゃ運良くない？いいんじゃない。お、知力も上がったし。あ、これも上がったし。今の物件の価値が気になって不動産会社に聞きに来た。現在の価値は減っている。え、価値がやばくね。3億円から2億4000万に下がっちゃったんだけど。いいね、やばいやばい。こっちゃん、遅くね。やっとぴったりで2000万もらってる。もらった。
あんちゃんどうしよう。あんちゃんおいで。給料せっかく減ったけどさ、うん、分かったか。ちょっとあれかな、家考えてそろそろやばいかも。そろそろね。でも最後のさ、最後ら辺にもさ、うん、結構家ってさ、まああれ必要じゃん。こっちゃんでも独り身だに、うん、独身だに。結婚しないと。小さな家でいいんじゃない？やだよ。メゾンでいいんじゃない？6000万円の。6000万円のね。家、家ね。はい、買いました。とりあえず買うしかない。買うしかないと。おお、結構大きいね。おっ、めっちゃ早くない？雪だ。そう、早いんだよ。雪だ。前半、雪だ。前半最後です。前半最後、いけ。またこれ後半もあるからね。そうだね。え、俺給料日1回多いと思う。気をとくか。お、大臣になるぞ俺は。気をと言ってるぞ。お願い、それだけやめて。あれ、大臣ならない。え、まる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 、当選当選。ギリ。え、続投なんだけど。え、どうやったらランクアップするんだ。何かさ、知識か何か足りないんじゃない。足りないんだ。はい、こっちゃんラスト。ラスト。あ、やばいやばいやばい。ラスト。いや、釣られちゃうね、これ。やばおる。え、もらえた。え、めっちゃ下がるやん。めっちゃ下がった。あ、やばいやばい、こっちゃん。また下がる。やばい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 。こっちゃん、結構やばい。おーっと。でもこれ、大人時代、前半。でも結構さ、あれだから、喋ってる。喋って。強いぞ。喋ってるからさ。うん、喋っちゃってんだよね。結構言っちゃってるから。言っちゃってんだよね。これでも勝つかもしれない。本当だよね。はい、ちょっとね、やっていく中でね、思ったよりもね、思った5倍ぐらい時間かかってね。ちょっと前半と後半で分けようかなと思いますんで。なので前半戦はね、ここまでということで、大人時代前半がね、終わったところということで、あと大人時代後半と最後の時代っていうね、老後が残っておりますんで、次の動画も楽しみにしていてください。楽しみにしてください。どっちが勝つのか。パパかなりやってます。今も今も。はい、というわけでバイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしくね。